せちゃった。いただきまーす。いただきまーす。おいしそう。あ、めっちゃおいしい。うん。おいしい。濃厚。濃厚なバニラソフトクリーム。です。おいしい、おいしい。あ、髪についちゃった。めっちゃおいしい。すごい甘い。うん。濃い。全然違う。うん。おいしい。溶けてきちゃった。危ない。良きです。良きです。公共の電波なのに。おいしい。今日はあったかいし、いいね、アイス。いい、アイスぴったり。夏、いや、最高だな。本音。最高だな。めっちゃ音入る。バキバキとかね。みんなで食べてる。はあ、美味しい。美味しい。実際ここまでどうすか。ここまでの旅。旅。非日常。非日常感が。すごいですね。北海道に住んでたのに北海道じゃないみたいっていう、ね、こんな北海道にこんな素敵なとこがあるなんて知らなかったのでびっくりしました。感激、ちはる感激。ちはる感激や。なんかやろうと思ったけどちょっと恥ずかしくてやめちゃった。ちはるちゃん感激、よかったです。うん、おいしい。なんかずっと旅してるみたいな気分です、うん、今日の朝出てきたんですけどね。確かに今日朝めっちゃ早く起きて。虫途中うと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 仕掛けながら、うん、うん、仕掛けた。バッて、いや、はって、うん、起きた時に自然が広がってて、ね、すごかった。すごい贅沢な気持ちになりました。確かに、ここすごいみたいな。寝てた？寝てません。暴露。自分から行っちゃうっていう。寝てない、寝てない。ちょっと危なかったですけれど、ちょっとニシンのニシン親子のお弁当食べた後ぐらいがちょっと、うん、あ、ニシン親子のニシンめっちゃ美味しかったです。あの、うん、美味しかったよね。身が弁当じゃないですよね。めっちゃ美味しい。美味しい。かぼちゃもかずのこも入ってた。そう、ちんはるちゃんの大好きな かぼちゃが。そう、神々。ちんはるかぼちゃ大好きなの。めっちゃ大好き。かぼちゃ大好きらしいんで。おばさんっぽいけど、なんかかぼちゃ大好きね。おばさんかって。うん。